食べていいかな。サラダ食べていいかな。オルガン坂どうでしたか。楽しかったけど、そうちょっとねダイエットしないといけないからサラダだけで我慢。髪型大人っぽ、そう今日、あもうねさっきもう帰ってきてさ、そう帰ってきてもうすぐメイク落としたいと思って落として、で友達とさ今連絡取り合ってたので、あ友達と連絡取ろうかなとか思ってたけど、あその前にショールームしちゃおうかなと思って、ショールームこれ食べます、セブンイレブン手洗いました。マッツさんありがとうございます、カークタイスさんありがとうございます、 YSA さんありがとうございます、ゆきたんさんもありがとうございます。えどうでした。いやあんまお腹空いてないけどちょっと小腹が空いたからさ、どうでした、オルガン坂。えなんかさ、え苦い最初、えめっちゃ苦いと思ってたの、あもう絶対苦いわと思ってたよねって飲んだのね、そしたらあめっちゃなんかお茶っ葉のめっちゃ苦いやつをそのまま食べたみたいな感じだったのね、のなんか感じだったので、水をさ飲んだら、水を飲んだらもっと苦くなっちゃった、だから水飲まなきゃよかったと思った。ねえ待って今やばい、虫の味はしただって、虫の味、えなんかねめっちゃ変な味した、なんかまずいとも言えない、おまずいとも言えないし美味しいとも言えないみたいな、そう、えどうでした、やばい今その話やったらこれが食べれない、やばいやばいやばい、やめてやめて、え待って、え何これなんか、え何これ大丈夫、なんかなんか変なのついてる、ダメよ8、これ変なのついてたから8、ダメ8、お座り。どうでしたか、えそうウィゴー行ったんですよ、うんえどうでした、あの服もだけど、お腹見したことないんです衣装でも、衣装でもあれぐらいはない、衣装でもあんぐらい出したことないです、私服なんてもっと、うんインスタで見たことがあった、うそ絶対ないと思う、お腹だし、うんなんかあれを脱ぐと本当になんかタンクトップで歩いてる人みたいだから、ちょっと刺激がね、っていうことだったので、いやばあさんがめっちゃ面白いー
さんが面白すぎて私もともとバウさんのこと知ってて、まさかね一緒にお仕事ができるなんて、あの頃の私はお絶もうね1ミリも 0.1 ミリも思ってなかったから、めちゃめちゃ嬉しかったです。うん、なんかもともと京好きっていう番組があったんですけど、それ私中学校もまだ全然 AKB 入る前にずっと見てて好きで、友達とで、ちょうど出ていらっしゃってばあさんがで、画面で見てた方がお仕事ってすごいびっくりしました。うん、うん、バウさんとあやみんさんは一緒の京好きの団っていうか、団っていうのに出ていらっしゃったので、私も知ってて、それなんてあやみんさんなんてポップティーンも出ていらっしゃるからめっちゃ好きなんですよ、めっちゃ嬉しい。そう、いや前ほんとバウさん面白かった、16歳でよかったフフ16歳なので助けてもらいました23歳って言ったら怒られました。いやそう、いやなんか、いや知ってたよ、年齢本当は知ってたんですけど、本当は年齢知ってたんですけど、なんかちょっと面白くした方がいいかなと思ったし、あとなんかバウさんのなんかああいうさ性格っていうの的に、なんかちょっと乗ったら突っ込んでくれるかなと思ったのでやってみました。そしたら見事にかった、楽しかった、また出たいな。また出たい。サラダがいるご飯、いや普通にね、なんかあの今日オルガン坂のさんの時にあのあんまりご飯食べてなかったので、そう食べれなかったので、ちょっと今お腹すいたので食べました、パッと。うっほうほうさん、ありがとうございます。そう今日は大人っぽいってもう元々知ってたので、カラコンもねちょっといつもと違う色、いつもと違う色っていうか、いつもあんまつけないんだけど、ちょっと今日はグレーっぽい感じにしました。そうして、髪型も本当はなんか髪の毛一個にしようと思ったんだけど、なんか
あの服装的にここがめっちゃ空いてたから、ちょっとあの髪の毛で隠したいなと思って髪の毛隠したいと思って髪の毛をちょっと下ろしましたね。そしたらちょうどここが隠れて、そう、あれ大きくてめっちゃカバカバしてたのね、上も下もだけど、まあでも下はあんまり映んないからいいかなと思って、でも上はワイプの時もずれしやばいなと思って、あの安全ピンで止めてました。そう、髪でさめっちゃ変わるよね。こんなセンター分けのこんなやつやったことなくて、そう、大人セクシーってさ何と思った、超むずかった。でもね、あの司会のバウさんがたくさん助けてくださって、いや、あのね、番組のあの VTR ではない、映ってないところっていうのでもめちゃめちゃ助けてくださって、こうしたらいいんじゃないってね。カークタイズさんありがとうございます。面白いかったです、楽しかった。罰ゲームは大丈夫だった、うん大丈夫だった。なんか飲んで瞬間は、あ、飲んで瞬間はもう見た目がすごかったから、なんか虫がね3匹ぐらい入ってて、で下にめっちゃ沈んでたの、なんかゴキブリの、え、今考えたらやばい、ゴキブリの粉、ゴキブリを砕いたやつが入ってて、でも色もやばくて、うわもうこれ絶対やばいと思ったのね。そう、あーもう、あーやばいなーと思って、え、どうしようと思って、え、もうなんかもう、え、絶対飲みたくないと思ったんだけど、パッて、もうでもこれは一気した方がいいと思って、一口一口だったらなんか面白くないなと思って、ゴクゴクゴクって全部飲んだら、まず普通苦かったので、もう見た目がすごいからさ、もうリアクションがそうなっちゃってって、そうで、でもなんかこうリアクションしてて、待って、普通にしてと思って、普通になんか自分に我が身に戻った、我に返ったら、あれそんな苦くないぞと思った。そうそう、でも大丈夫でしたってあの作った方が最後言ってましたけど、全然大丈夫でした。なんかそんな、なんかやばいやばい本当にやばいみたいな感じではなかったです。でも健康にいいからねって言ってました。マイジャパンさんありがとうございます。そう、まあね、ああいう経験も大切だよね。 G がいいと思えない、いや確かに思えない、私も思えない、いやでもいいんじゃない、いいから発売してんじゃないと思います。分からんけどね。でもあれを飲んだ後になんか水をね飲んだんですよ。そしたらめっちゃ苦くなったの、なんか分かんないけど口の中が、でなんかチョコレートありませんかって言ったらないってなって、あのフリスクみたいな息をいい匂いにするやつ思ってたから、それをとりあえず食べてって感じですね。そう、いやでもめっちゃ、待って、あれお腹にいいかも、めっちゃ出たさっきめっちゃあの腸が活性してるかも、さっきトイレ入ったらさ、え、めっちゃえ、確かにそういう感じ、もしかして、いや絶対そういう感じだよね。こんにちは、ブレスレットかわいい、なんかこれブレスレットなのかな、わかんないけど、
これ取れないんですよ。取れると思うじゃん、取れないの。オソロッチなんです。お揃い。オンラインおすすめの日、でもやっぱりクリスマスはおすすめです。来ます、何かを着ます、何かを着ます。あのクリスマスなので着ます、コスプレ。まあでもその他にもあのまあね、まだ全然決めてないんですけど、まだ全然決めてないですけど、まあコスプレ何回かしたいなと思ってます。何かをしたいと。まぼろしさん、ありがとうございます。かわいいでしょ。金の、なんか私あんまり金のね、なんていうのあれ、アクセサリーをつけないんですよ。金、うん、あんまりつけないから、これだからあれ、あんまりつけないですね。音、ブランド似合う雰囲気。これブランドじゃないと思う、多分わかんないけど、もらったやつだからわかんないけど、なんか本当はこれ 6個ついてるらしくて、あとだから3個、これの線3個が、3個がもう1個セットついてたんだけど、それの半分をもらいました。れいちゃんのガチ押しタオル、嬉しい。あのタオルのさ、写真めっちゃ漏れてるから、みんな買ってほしいです。でも見て、ここら辺まで落ちてきちゃう。ここで止まってほしい。そう、漏れてるので。今日も漏れてる。いや今日さ漏れなかった。まずさ、眉毛細くない？細くない？今日メイクさんにやってもらったんですけど、めっちゃ綺麗なの。いつも結構濃い、太めに描くからさ、歩いてると落ちそう。そうで、ずっと絶対歩いてたら落ちるよって言ってたら、落ちないよって言ってたから、多分落ちないってこと信じてます。細いのもいい。本当？大人っぽくなった。いや大人っぽくなってないんだよね。この眉自分でやるの、私細眉描くのは、あの描こうと思えば描けるんだけど、あのこういう髪型をしないと細眉って見れない、あの似合わないんだよね。私結構おでこ上げるとき大体細眉なのかな、あれ。やばい、髪の毛やばい今日。少し前の、そうなんか安室ちゃんの眉毛みたいだよね。安室ちゃんとか言っちゃった、安室奈美恵さんの眉毛みたい。めんどいからこれにしよう。髪の毛が横にあったら邪魔だ。もうほぼ私の眉毛に達した感じ。この眉毛ちょっと触ってほしい。このカチューシャ可愛いからお気に入り。ストレート、今日はねストレートじゃないんだよね、巻いてます。暑いな。触っていいの？だって触れない触れないかも。暑いね今日も。ハチ寝てる。ハチ寝てる、かわいい。
シンプルそうで鼻筋が強調。あーでもあの前髪上げるのでここはあの書きました、ちゃんと今日鼻筋。鹿児島の子はみんな綺麗になっていく、頑張ります。私も眉毛かっこいい。いやー今日のはさ、なんかめっちゃ強そうな顔してしちゃってる。わあみんなわかるね、わかるよね、この曲超可愛くて好き。恋しちゃったんだ、多分気づいてないでしょう。逆に気づかれても嫌じゃない？逆に気づかれても嫌じゃない？どうなんだろうね、わかんないわ。どうなんだろうね、気づいた方がいいのかな、時と場合によるか。気づかれなきゃ始まらないかも。気づかれるくらいの恋をしたいものです。気づかれるくらいの恋アピールすれば大丈夫ですよ、いけます。マホビョンさんのメイクしてみたい。でも私どっちかって言ったらね、あのメイクっていうかアイシャドウはね、あれいつもあれやってるんですよ、ぼかすやつ。唇はやったことない。私ねもともと唇がめっちゃ薄くてちっちゃくて、ほら唇ちっちゃくてもう唇って感じがしないからあんまりねあれです。あれは私やったら合わないかな。でも結構私マット系のリップしか持ってなくて、プルプル系はあんまり持ってないんだよね。逆に指先で送る君へのメッセージ、ねえそれは LINE とかだからメールとかってことですよね。今は LINE だけど、その曲が発売された当時はメールとかなのかな。指先ってあれですね、携帯ポチポチみたいなっていうことだよね。そう前回は私がメイクされました、オレンジメイク。昔はポケベル、あのなんか番号のやつだっけ、ポケベル、ポケット、ポケベル。みんなってさ、なんか改めて思ったの、ああいう大人セクシーってさめっちゃ露出じゃだったじゃないですか、もうここもお腹もみたいな。で脱いだらもう本当にあれタンクトップみたいな感じなの、脱いだらもう脱いだらタンクトップよりも露出しちゃうやつだからさ、どういう格好がみんな好きですか。どういう格好がみんな好き、どういう質問。なんかいつもの私のこういう感じか、それともああいう感じか、てかもう普通に女の子のあの好きな、好きって言えばいい、いや普通にね、あれみんなの男の人ってどんな服が好きなんだろうと思って。でもさあれ初デートっていうさ設定だったじゃん、それ初デートっていうあれだったのかな、わかんないけど、あれをさ初デートで来られたらさ露出って思われそうじゃない？
ね、露出が多いと照れて最後上脱いだらよかった。いやそれはやばい、もうそれはやばいよ。だってもうバウさんなんてさ、私が肩ちょっと落ちただけですぐ言ってましたもん。アイドルとしては大いにあり。あれあり？ノースリーブは緊張する。ノースリーブで緊張するの？私よくノースリーブ着るけど。緊張するんだ。初知り。二の腕がってこと？二の腕がいいんですか？でもあれはなんか私っぽくはないよね。私っぽくはっていうか、なんか背伸びしすぎって感じだよね。普通に似てたら、見てたら。普通に まあね、ああいう服も着れますよみたいな感じかな。わかんないけど、でも普段は本当ああいうの着ないからね。いつもはこういうなんか、こういうなんかちょっと上品な感じのやつを着ますね。たまには着て、了解です了解です。ノースリーブ着ていこうかね。ノースリーブっていうか、ノースリーブだっけ、ここの肩が出てるやつ、ああいうの私よく着ますよ。この間も着た。ファンの方にはね見せてないけど、プライベートで着てましたね。そうだから男の人ってどういうのが好きなんだろうと思ってさ、ああいうのかと思いましたね。でも人にありますよね。なんか露出が嫌いっていう男性の方もいれば、逆にそういうノースリーブとか系が好きっていう方もいらっしゃったり。難しいね。ね、難しい。でも初デートであれはやばくない？私の格好は。じゃ逆にみんなは初デートどういう服で着てほしいですか？もうずっと考えてた。なんかあのウィゴーでお買い物してる時に初デートと思って、むずすぎじゃないと思って、初デートで大人セクシーコーデ、むずいむずいと思って。だからこれあのオルガン坂さんが終わったら、初デートはみんなどういう服、初デートっていうか初めて会う日、あ初めて会う日って言ったらなんかお見合いみたいだけど、初めてそういうことを、そういう何会ったりとか、お食事とかもさ、そう初でセクシーっていう設定と思って、えっと思って、初はさやっぱ清楚系ですよねと思った。だから大人だけどちょっと清楚系がいいのかなと思った。そう、だからあのお題めっちゃ難かった。初は生徒でたまに大胆、いいですねそれ。そういうことね。もう私はさそういうのあれ思って頭になかった。まずじゃあ1回目のおデートは清楚で、2回目もお清楚で、3回目もお清楚で、 4回目ぐらいでちょっとあれ、ちょっとなんかセクシーじゃないみたいな感じのやつをやって、でまたちょっと清楚に戻って、あれまた清楚か、また清楚か
でまたちょっとセクシーなのが来るって感じがいいんですか。はあ、たまにセクシーがいい。じゃあ5回に1回ぐらいセクシーがいいんですね。いや難しいわ男性の方って。難しい難しい。最初からセクシーで釣るのもありそれはやだ。清楚ってどんな服ですか。え、清楚ってさ、なんか何、白のブラウスとか。もうさ、それ絶対大人セクシーじゃ無理じゃない。もう無理じゃん。セースは基本白。うん。いや、セース、いや、大人セクシーコーデでさ、セースって無理じゃない。セース、セース、え、花柄のワンピース、ノースリーブ、セースとセクシーって両立できそうね。え、絶対できないと思う。古着も可愛いのあったね。プライベートであそこ行こうかな。可愛かった。こんにちは。私ってどういう性格ですか。なんか今日のさ、今日の話めっちゃ質問してて無理なんだけど。私ってどういう性格ですか。たまに分かんなくなるよね、この自分ってどういう性格なんだろうって。私どういう、え、じゃあ普通に見て、どういう性格？遊びに来てくれてありがとうございます。お上品でお清楚。上品じゃないし清楚なのかな。私って清楚なんですか。分かりませんけど、清楚ではないんじゃないかな。落ち着いた感じではっちゃける時もあると。もうそれってギャップ萌えじゃないですか。私っておてんばっぽい。おー、ちょい天然。え、天然なの私って。嬉しい。お嬢様系。いやー、なんかそんなみんな言わない。元気で明るい性格だと思う。本当？元気で明るくて、そしてギャップ萌えもできる女の子なんですか私って。え、私ギャップ、え、私ギャップ萌えなのかな。え、私ギャップ萌えなの。でも私よくツンデレって言われますね。公式なところではおてんば見せないようにしてます。そうです、ギャップ萌えだよね。え、ギャップ萌えなの、ギャップ萌えなの、嘘。え、結構天然かも。え、本当天然なの。ギャップ萌え、ギャップ萌えじゃん。超ギャップ萌え女子。え、ギャップ萌えじゃん。ギャップ萌えなの私って。え、ほんと超ギャップ萌えじゃん。天然で、でもなんか公式なところ、なんかちゃんとしたところではちゃんとスルーで、なんかね、そういう普通のところではなんかおじゃらけるみたいな。超ギャップ萌え。超ギャップ萌えじゃないですか。でも私よくツンデレって友達に言われるんだよね。ツンが8、7ぐらいで
デレが2ぐらいって言われます。清楚に見えてツンツンさ、それはよく言われるかな。あのなるツンデレって言われるね。ツンデレ目指してるの？いや普通に性格がツンデレ。なんか最近言われるようになったんだけど、最近がほんとちっちゃい時から、もうずっとちっちゃい頃から家族にツンデレじゃんみたいな言われてたんだけど、ツンデレって何？と思ってて、でも最近そのツンデレが意味分かって、でツンツンツンデレ最近分かって、あこれがツンデレなんだ。でも自分で自覚してない。人見知りがツン、いやーなんかね、もう見た目がツンツンしてるって言われるし、ツンツンしてる、なんかこの顔がツンツンされるしてるって言われるし、仲良くなった子からね、そう初めて会った時とか仲良くなるまでは、まあ、めっちゃツンツンしてる怖そうと思うけど、仲良くなったらめっちゃ面白いし、めっちゃ変顔とかするし、面白いって言われます。でデレの時は疲れてる時とかかなって言われますね。疲れてる時ってことですね。人見知りってこと、まあそうだね、人見知りです、めっちゃ人見知り。握手会出るみたい、無理じゃない、握手会は出る、出ないですねきっと。私はね、握手会はだって正式な場所だからさ、絶対出ないですよ。ツンじゃない、出るとしたら多分ツンはね出ると思いますね。握手会でデレが出るときってないかもしれない。握手会で疲れないと、でもファンの方には出ないかも。オンラインでも出れません。出れないか、出れるが分かんない。出れるっていうの、ツンデレのデレがどれなのか分かんない。ツンは自分でも、あこれがツンかみたいな、たまに分かるけど、あのデレはなんか分かんない、どれがデレなのか分かんないです。いや別ツンツンもしてないけどね、ご司会でなんか普通って感じですよ。普通に対応します、普通に対応っていうか普通ですよ、めっちゃ普通です。ツンツンもしないし、デレデレもしないし、本当にもう普通です。そう、デレに遭遇したい、うん無理じゃない無理じゃない。えどこで出るんだろうね、えメンバーとする配信とか、えそれも、あそれもないか、なんかやっぱ配信とかファンの方の前に出るときはなんかツンの方が多いかもしんない。そう、出ればね、出ればどうなんだろう、出れって何って感じですね。喋り方がツンツン、いやそうそう、よく言われます。眠そうな時はちょっと出れっぽい、あーそうだね、眠い時とかはめっちゃ出れるかもしんない。もうツンデレが分かんないな、よく。友達にしか出る見せないのか、家族とかにも見せてるかな、分かんない分かんない分かんない、超分かんない、ツンデレが分かんないから、どれがツンデレなのか分かんない。あでも家族と移動とかしてて、移動っていうか車とか、まあさ普通
通に交通機関っていうか飛行機とかそれこそ乗ったりするとき疲れるじゃん。でもこう倒れるとこがないっていうとき、まあ、友達とかもなんですけど、普通に女友達とか女の子の友達とかで、あのこうね寄りかかるとこがなかったりしたら、あの寄りかかったりは します。それがデルなのかな、わかんないけど。あ、そうそう、寄りかかるな。肩貸してもらったりすることもあります。やっぱ疲れてる時かな、そういうのするの。うん、そうですね。電車で知らない女の人が寄りかかってくるとこまで、寄りかかってくるっていうか、多分それ疲れてね寄りかかってるんだと思う。なんか意図的にじゃなくて、意図的にっていうの、私はどちらかというと意図的にですけど、あのもう貸してっていう、貸してっていうか普通に肩借りるわって言ってこうやったりするけど、電車の人とか知らない人、私も知らない人に絶対こうしないから、多分それは本当に疲れてて、たまたまこう当たっちゃったりするっていう感じだと思います。マジ寝で、意図的、私は意図的ですけど。レンタル料金、私のこれですか、いくらにしよっかな。10秒ね、5秒、1、2、3、4、5秒、これ5秒が、どうしようかな、30万。30万、高すぎ。買う人いる？これ1、だって私の頭の匂いも分かるんだよ。1、2、3、4、5、はい、30万円。1秒あたり6万、高、6万ってなって。まあ私の頭はそんぐらいしますかね。どうですか、買う人いますか。いや一括ですよ、もうそのまま現金でお願いします。無理？無理なの？30万円だよ、無理か。3人ぐらいいるんじゃない、やったの買う人。高いんだ。8、まあね、私の恋人か家族か友達、この3枠のどれか、家族か友達の2枠だね、どれかになれば、あの無料です。無料です。無料でできます。3枠に、
巻き取れてる。3万円じゃ無理だってみんな書いてるけど、そんなキャンペーンしてないよしないよ、さすがにしないよ、さすがにしないっていうかできない、しないし、こっちもこうやってやったらやばいよ。ハウスありがとうございます。あー、ショールーム終わったらメイク急いで落とさなきゃね。メイク落としても早くね、カラコンを取りたい。メイク落として、する計画よね。いや、しないよ。前ジャパンさんありがとうございます。今日のカラコン初めて。いや、結構ね、何回かしてます。うん、プライベートで。こういう系の色はもうね、プライベートでしかつけないです。マイジャパンさんありがとうございます。夜ご飯何食べたい？何でもかな。でももうなんか眠い。昨日もね、結局2時3時過ぎ2時半過ぎぐらいに寝たから、で今日の朝も早くてね、何時起きだったかな、8時起きとかだったからね、あんまり寝れなくてね。って言っても6時間寝れてるね。2、3、4、5、6、7、8、6時間離れ、6時間寝てるわ。朝早かった。そう、あのね、メイクの時間が早いんだよね。だから早いで、その分ネイルもうハゲてきてるから取んないと。あ、ネイルも取んなきゃ。こんな感じで伸びて。おにぎり何個食べたの？おにぎりはね、1個半分食べて2個も半分だね。だから1個食べた約1個、1個半分、2個目半分なので1個分食べました。パールみたいな色。そう、あのね、なんだっけ、シルバーです。シルバーでラーメンも入ってます。おにぎりはのオルガン坂さんの時に食べましたね。やばい、急に眠くなってきちゃった。やばい、目がしょぼしょ。なんかさ、カラコンつけてるとさ、なんかカラコンつけてるとめちゃめちゃ、ね、あのなんか眠くなる、すぐ。君はペーガーサスさん、ありがとうございます。眠っ。めっちゃ眠くなってきた。で、なんか急に睡魔襲ってきたんだけど、やばい。ベンさんありがとうございます。こんばんは。オルガン坂はまた呼ばれそう。え、本当？呼ばれるかな。楽しかった、オルガン坂さん。緊張してたかな？緊張は全くしてないんだけどさ。緊
私は全くしない。もう最近全然しない。もう本当に強いて言えば、あのデビューの時と彼女を一人で歌う時、あの劇場で、あの2回ぐらいかね、 AKB 人生で緊張したのは。アンジュンヨーカムバンガッタさん、ありがとうございます。はい、大人コーデよかった。嬉しい、ありがとうございます。とりあえずショールーム終わったらカラコン外してメイク落として洗顔して、で、あの部屋着に着替えて寝ちゃおうかな。寝る、まあでもそこら辺までしてもまた絶対目が覚めるんだよね。もう目が覚めるからちょっと昼は、ああもう目覚めてきた。ちょっと暇なんで友達に暇電でもかけようかな。暇な時は何する？暇な時は、暇な時は友達に連絡しますね。友達に暇なんだけどってとりあえず、あのすぐ連絡が来そうな友達4人ぐらいに送って、そう、暇なんだけどってあの連絡して、そしたら友達が今これしてるとか来て断られたらもういいよってなって、次の人、あの4人ぐらいに一斉に送るのね。4人ぐらい、そうで、すぐに帰って、大体来るから、みんなその4人は仲いい子たち、まあ、すぐ来るから、もし外に出てるとかだったらできないから、電話っていうか LINE、 まあ LINE とかはできるけど、とか眠くなるまで付き合ってとか言って、あの LINE とかしたりするかな、こういう夕方の時は。でも夜の時は別家族がいるからどういうことないんだけど、夕方とかはさ、なんか別になんか一人でいたいけど誰かと話したいみたいな時あるじゃん。その時に暇な子探す。連絡する、暇なんだけどとか、暇って一文字送ったりとか、何してるって送ったりするかな。でそれでその返事返ってきた子が暇だったら電話しようって言ったりとかするかな、とか面白い話聞かせてくれたりとかしますね。そう、電話は長い。でも私が寝るまで友達は付き合ってくれるかな。なんか超超なんかあれだけど、私も結構友達の暇でに付き合ったりするから、そうだね、私が寝落ちするまで話してくれたりとか、とか私が疲れ切るまで LINE とか電話とかしたりしてくれますね。とか今日こんなことあったよとか話したりするかな。暇電の内容ね、本当に暇電すぎて内容忘れた、忘れるよね。でも相手の子の恋バナとか、あの私よく相談乗りますよ。そう、気使わない友達に言うかな。ショートさん、ありがとうございます。オンライン話し会応募した。ありがとうございます、嬉しい。恋バナ楽しい、友達に聞くの好きかな。自分がない分友達に聞く、聞いたりとか、なんかこれどうしたらいいとか来るから、こうしたらとか言うかな。ブキニアさん、ありがとうございます。そう、どうしよう、友達たちにさ、その暇でいつも付き合ってくれる子たち 4,5 人いるんだけど、その子たちに暇なんだけどって送るか、もう自分の力で YouTube 見ながら寝るか、どうしよう、迷うな。
友達にカップルの子いる？え、全然いるよ。もう数えきれないくらいいる。どうしよう。え、でもね、なんか今日は全然 YouTube の気分でも OK。そう、いや、その理由はなんで今日はと思うじゃん。今日はオルガン坂でめっちゃ喋ったから、今日は別に人と喋んなくてもいいかなっていう日、もうなんか喋り疲れたって感じかな。だから全然 YouTube 見て、人が喋ってるところ見るの好きだからさ、だから YouTube 見てね、うちでもいいかな。どうしようかな、迷うな。でも今連絡取った友達がちょうど3人ぐらいいるから、あの LINE 続いてる子が、その子、あ、そう、そうだ、その子たちと喋っておけばいいんだ、別に連絡しなくても。そう、まあとりあえず今から私はあれをする、洗顔をとりあえずしようかな。じゃあ今日はこんな感じで終わりたいと思います。うん、13位、ショートさんありがとうございます。12位は、あ、13位ハウスありがとうございます。12位ショートさんありがとうございます。11位オメーラさんありがとうございます。10位マックスさんありがとうございます。9位ブケニャンさんありがとうございます。8位リッキーさんありがとうございます。7位ライムさんありがとうございます。6位 YSA さんありがとうございます。5位 KKEB さんありがとうございます。4位ウホホホさんありがとうございます。3位ベンさんありがとうございます。2位はクリーニング屋さんありがとうございます。1位は科学大佐さんです。ありがとうございます。じゃあ今日はこんな感じで終わりたいと思います。皆さんありがとうございました。バイバーイ、バイバーイ。